広瀬里氏は石川県出身の元自転車プロロードレース選手である。高校生時よりマウンテンバイクをはじめ、大学4年時のインカレで日本歩道監督の大門広の目に留まり、ロードレースを本格的に始める。北陸大学を経て、1997年により日本歩道でプロ入り、マウンテンバイクからロードへ転向した日本初の選手である。2002年、 高知国体個人道土青年男子の部で勝利。2003年にはツールド、北海道で総合優勝を遂げる。2005年に愛産工業レーシングチームに移籍。2006年ではオーストラリアで行われるヘラルドンツアー第4ステージにて勝利。チームに海外における貴重な勝利をもたらした。その後も、2007年にはツールド、台湾第7ステージ。2008年はツールド、 熊野第一ステージで、それぞれ勝利と安定した戦績を残した。2009年は古巣、チーム日ポコルナ後に移籍する。しかし、この年には、これといった成績は残せずツールと、沖縄を最後に引退を表明した。2010年11月現在、石川県金沢市に戻り、実家が経営する運転代行会社に勤務中。チーム日ポ2010体制、宮沢、 マスダ、中島、菊池加入、再びコンチネンタル登録へ、ありがとうございます。